フランス南部のリゾート地カンヌの高級ホテルからダイヤモンドの指輪などの宝石が奪われました。被害額は世界で過去最大規模の130億円余り。カンヌでは最近宝石の盗難事件が相次いでいます。Alors écoutez, les enquêteurs enquêtent sur la piste d'un homme qui agit seul. Il s'empare de plusieurs boîtes de bijoux, saute par la balustrade, laisse tomber quelques bijoux par terre et s'enfuit à pied sur la croisette. 事件が起きたフランス南部カンヌの高級ホテルです。28日正午前、宝石の展示会を行っていると、バンダナのような布で覆面をした男が拳銃を手に押し入りました。男は普段は鍵がかけられ締め切られているはずの扉から侵入したとみられ、警備員らを拳銃で脅しダイヤモンドの指輪などを奪って逃走しました。現地のメディアによりますと、わずか1分程度の犯行だったということです。被害総額はおよそ1億ユーロ、日本円にして130億円余り、世界でも過去最大規模です。Impossible quelqu'un seul qui aille faire ce braquage-là sans être. Il y a d'autres complices avec lui. カンヌでは最近宝石の盗難事件が相次いでいます。5月にはカンヌ映画祭に出席する俳優に貸し出される予定だった1億円以上の宝石がホテルから金庫ごと盗まれました。そのわずか数日後には、ホテルで開かれたパーティーの最中におよそ2億5000万円のネックレスが盗まれています。白昼に起きた今回の事件、警備体制の不備を非難する声が上がっています。展示会が開かれたホテルの従業員で作る労働組合はホテル側に警備の強化を求めていましたが、聞き入れられなかったということです。Je suis estomaqué parce que je trouve encore plus irresponsable et la bijouterie et notre direction de ne pas avoir pris, de ne pas avoir pris les devants et... 警察は男の行方を捜査するとともに、警備体制に問題がなかったかについても調べています。